皆さんこんばんは。今日のテーマはですね、愚痴っていうことでね、ちょっと話していこうかなと思うんですけどね。あんまりね、自分はね、家庭っていうか家に帰ってね、愚痴っていうのはあんまり言わないんですけどね、職場ではね結構言いますよ。基本的にはね、いろいろ自分はこう物事をこう前向きにね、捉える方ですけどね、愚痴はね、わりかし言ってますよ。言わないようにね、思われてますけどね、結構ね、言いますね。というようなことで、今日のね、テーマって言うかあれば、まあ、たまにはね、愚痴でも吐かないとね、ちゅうようなことでね、動画をね、撮っていこうと思うんやけど、愚痴ってね、どういうことかな、ちゅうと、こう書いてますけどね、言っても仕方ないことを言って嘆くことらしいんですよ。まあそうですよね。愚痴ってそんなもんよね。うん。まあ、けどね、たまに吐かないとね、うん。やっぱり、ね、気持ちのこうガス抜きをね、していかないと、やっぱりね、息が詰まってくるからですね。自分はね、愚痴を吐くのは全然いいと思ってますよ。うん。自分がね、ほんとできた人間ならね、愚痴も言わずにね、こう頑張るっていうところでしょうけどね。まあそんなにね、人間もできてないんでね、愚痴ぐらいは言わんとなっていう感じが、自分の正直なところですよ。だけどね、いつもかつもね、会うたびにね、常に言う人がいるけどね、それはさすがにね、こう書いてますけどね、やっぱ常に言うのはちょっとね、これはちょっといけないかなっていうね、いつもかつも言う人はね、もう話を聞きたくなくなるもんね。あ、また愚痴か、また愚痴か、ってなってね。うん。だけど、たまーにね、言うのはね、いつもちょっと、辛いんやろなーとか言ってね、こう、やっぱこっちもね、そうやって聞くと、こう、ちょっと心配しますしね。うん。あ、なんか困ってんだなーっていうふうに、まあ、ね、こう、親身な気持ちになってきますよね。うん。だから、愚痴は全然ね、吐くことはオッケーやけど、まあいつもかつも言うのはね、さすがにちょっとどうかな、近にはね、たまに言うのはね、全然オッケーだと思いますよ。で、まあね、愚痴のこう、吐き方もいろいろあると思うんですよね。愚痴の言い方ってあると思います。でね、感情ってどんな感じかな、って思ってからね、こう調べてたら、まあ、喜怒哀楽っていうのが一般的やけどね。こういったのがありました。中国のね、五情って言ってね、五つのこう、情というか感情があるらしいんですよ。一番目がね、喜びでね。これ、喜怒哀楽っていきますかね。二番がね、怒りやろ。三番が悲しみの四が、楽しみ。まあ、喜怒哀楽ってあるけど、五番目にこう、恨みってあるのね。で、まあ、これを考えた場合、こう、愚痴の言い方ってあると思うんですけどね。これがやっぱ思うんやけど、さあね、愚痴で喜びっていうのはないなって思うよね。こう、自分が思うのがね、これ書きますけどね。これはいいかなと。なんかね、こんな感じがするよね。まあ、こういう表現ってかあれはありかなと思うんやけどね。まあ、愚痴を言う時点で喜びっていうことはないんやけどね。こう思うんすよ。愚痴の言い方ってあるけど、自分はね、この4番、楽しみっていうかね、愚痴をネタにするんやね。愚痴を吐きながらね、ネタにします。2番のね、怒りの時もあるんですよね。怒りがパワーに変わることもありますからね。で、やっぱりね、愚痴を聞いて何とも言い難いのはね、まあ3番、まあ3番バツって書いてるけど、まあちょっと三角に近いかなっていう感じがしますね。やっぱ悲しんでたらね、ちょっとやっぱこっちもね、同情のような気持ちもありますけどね。けどね、この、最も悪いのがこう5番の恨みやな、こういう感じでずーっと言われるとね、ちょっとね、聞いてるね、こっちもね、
ちょっとめいっていくというかね、そんな感じになります。ですので、自分はね、愚痴をね、こう聞いてもらうために、この4番のね、ネタにするっていう方法をとってますね。うん。笑い話にするとね、人はね、話を聞くんですよ。うん。人が話を聞かないのは、こう、まあ、悲しみは聞くときもあるけどね、こう、5番目の恨みとかいうのは、なかなかね、聞いててもきついですね。うん。あと、自慢話もね、自慢話もきついよね、聞いててね。で、まあ、こう、恨み節っていうのもね、こう、恨み節もきついよね、聞いててですね。ですので、まあ、愚痴っていうのは誰かに聞いてもらいたいけどね、聞いてもらうためにはね、ちょっとネタにして喋る方が人は聞いてくれるしね。まあ、ネタにしながら喋ればね、明るい気持ちにもなるんで、自分はね、愚痴をこぼしながらネタにして、やるようにしてますね。こうあんまりこう、陰な方にこう、行かないっていうかね、ネタにしながらこう、楽しむようなね、感じのとこもあります。まあ、ただね、愚痴を言うっていうのは、言った方がいいっていうのは、やっぱね、どうしてもね、心にこう、もやもや感がこう、たまるよね。愚痴でも吐かないとね、こう、心の中がこう、もやもや感で、もやもやとかイライラとかでこう、いっぱいいっぱいになるからですよ。それがずーっと膨らみ続けると、爆発してしまうからですね。爆発する前にこう、ガス抜きっていう形でやっていかんとね、いけないんで、だから、心に溜まったね、ガスを吐き出す。で、まあ、吐き出した後、やっぱりね、気分をリセットする。で、リセットして、愚痴を吐くだけの人っていうのはダメですよね。愚痴を吐いて終わりっていうことやったら、その、愚痴を吐くっていうことは、こう、何かの事柄があるってことやけどね。吐くだけだったら、基本的には何も解決しないからですね。だから、心に溜まったガスを抜いた後、気分をリセットして、愚痴を吐いた後は、こう、すっきりしてね、すっきり前向きに、こう、気持ちを切り替える人。まあ、これがやっぱ正しい形ですね。やっぱりもうそういうことをするしかない。愚痴ばっかり言っても何も解決しないからですね。結局は、物事が変わってこないから、また愚痴を言うことになる。だから愚痴が多いと一番最初に言ったよね。人っていうのはなかなか聞いてくれないからですね。いずれにしても何かを解決する必要があるんで、愚痴をね、言った後はね、パッと切り替えてね、やっぱり前向きに進んでいくしかないかなというふうに思うんですよね。ね、最後にね、なんかな、大体ね、思うんですよ。愚痴も言わない人ってのは立派な人やけどね、思いますよ。愚痴を言うぐらいの人がね、人間味があってね、かえってね、あれですよ、人気が出るっていうかね、やっぱりこう、俗な人の方がね、なかなか人間味があっていいと思わないですかね。あんまりできた人間っていうのはね、やっぱり面白みがないですよ。もう、あんやったーとかなんか言いながらね、愚痴こぼしながらね、前向きに行く人っていうのがね、人間味があって、すごくこう愛着が湧くっていうかね、そんな気がします。皆さんどうですかね。ですので、本当にね、もやもや溜まったら愚痴ってバーンと吐き出してね、で、気持ちをクラッと切り替えてね、で、前向きにね、進んでいくのがいいんじゃないかなというふうにね、思った。またね、そういう感じのいつもの雑談でした。ね、思ったことをね、パーッとホワイトボードに書いてやるっていうね、いつもの感じで、これからもそういう感じでいくと思いますけどね、そういうふうにね、50のおっさんがね、思った、今日のね、雑感的な、お話でした。はい。というようなことで、今日はね、終わりたいと思いますけども、チャンネル登録とかですね、グッドボタン押していただけるとね、投稿の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。それとね、またこういったようなね、ことについて、なんか話があればとかいうリクエストがあればね、できる限りは、ね、なんか、話にこうしていきたいなとかいうことも、まあその能力あるかどうかわかりませんけどね、そういったコメントもくださると、ありがたいです。
はい、それでは、今日はこれで終わります。はい、それではまた。